立製作所、日本最大の総合電気・充電器メーカーです。産業機器の充電器メーカーとしては東芝や三菱電機を抑えて国内首位の売上高を誇るトップ企業です。鉄道車両などを扱う国内の企業としても川崎重工業を抑え国内トップとなっています。また各業界の有力企業を傘下に抱えるグループ会社であり、代表的なものでは建設機械や油圧シャベルの国内2位の日立建機、特殊鋼やネオジム磁石に強みを持つ日立金属があります。様々な事業があり、合計8事業を行ってます。 IT 部門、ソフトウェアやクラウドサービス、ビッグデータや AI の開発を行っております。エネルギー部門、火力発電所や原子力発電所、再生可能エネルギーなどの発電システムを担当しています。インダストリー部門、産業流通システムや産業機械の販売、メンテナンスなどを行っています。モビリティ部門、車両や車両の制御、運行管理システムなどを行う鉄道システム、エレベーターやエスカレーターなどのビルシステムを担当しています。ライフ部門、医療機器や空調などのエコシステム、医療や半導体に用いられる計測分析システムなどを提供しています。オートモティブシステム事業、ホンダ傘下の3社と統合して作られた日立アステモが行っており、自動車部品や輸送用器具の開発、製造、販売を行っています。これにより自動運転や自動車内のモータやインバータの提供をしています。日立建機、建設機械のシャベルやホイールローダ、解体機などを販売しています。日立金属、特殊鋼の製品や電線材料を扱い、自動車や社会インフラの材料として用いられています。これら8事業とその他売上を合わせ、今期は2兆3674億円となりました。今期はエネルギー部門の ABB 社のパワーグリッド事業買収により 352% の増収、モビリティ部門の中国のビルシステム市場拡大により 43% の増収、オートモティブシステム事業はホンダ系統が統合され、市場回復に伴い 250% の増収となりました。結果的に去年の同時期に比べ売上高は 48% の増加、営業利益は 123% の増加となりました。